福を、私たちはサイマスです。私たちは昇天したマスターの集団です。あなた方は皆変化し変容し成り上がるための旅をしています。それは別の場所に行って、その新しい場所に同じ古い自分を連れて行くという旅ではありません。アセンションについてそのような考えを持つ人もいます。彼らは自分たちをより良い場所に置いてもらえればもっと幸せになれると考えています。私たち全員を落ち込ませている何人かの人々をどこか別の場所に置き、善良な人々をこの5次元のこの新しい地球に置けば、彼らの心の中では全ての問題が解決されるでしょう。しかし、新しい意識レベルと新しい地球への移行は自分自身を変えることだと認識すれば、あなたは正しい道を歩んでいることになります。そしてなぜ自分がここにいるのか理解するのです。まずは自分自身の中でその変化を体験するためにここにいるのです。だからこそ宇宙船はただ着陸して昇天する準備ができているあなた方をより良い地球へと連れて行ってくれるわけではないのです。あなたは地球での新しい人生の経験を共同で創造している最中です。それはこの経験の継続であり、あなたが取り組むべきツールの改善です。あなた方は今意識の進化を通じて自分自身のスキルと能力を磨き形作っています。そしてそれはあなたが知っているかどうかにかかわらず毎日取り組んでいることです。毎日あなた方は何かまたは誰かを違った見方で見る機会を自分に与えています。あなた方はその状況を何度も何度も頭に浮かび続ける、その悩ましい問題に対する考え方や感じ方を変える別の機会を自分自身に与えているのです。あなた方は停滞して待つのではなく、成長し変われる機会を次から次へと自分に与えています。あなた方は変革者であり、変革はあなた方から始まります。あなた方の多くがすでにこれを知っていることを私たちは知っていますが、またあなた方が自分自身の中で起こす変革の力と影響を理解し始めることができるため、私たちはあなた方にこれを再度伝えています。これまで常に存在していたものの、必ずしも迅速には進まなかった波及効果とブーメラン効果を、あなた方は今や経験することが可能です。皆さんは自分の人生、コミュニティ、国、そして世界の中で大きな変化を経験することができます。なぜなら、皆さんは今、急速に変化しており、タイムラインを飛び越えているからです。新しい場所にたどり着くために、壊れた惑星を修復したり、傷を癒したりする必要はないのです。しかし、今座っている場所から、高振動の考え、感情、意図、さらには願望を提示して、そのタイムラインに自分を置いて、今ここで見たい現実をもっと体験することができます。明日か来週まで待たなければならないかもしれませんが、一生、あるいは何十年も待つ必要はありません。そんな時代は、とうに過ぎ去っています。そして、瞬時に実現する日が来ます。あなたは、その領域に向かって進んでおり、あなたが、提供している考えや、感情にもっと注意を払うことによって、その領域へと進んでいます。自分自身に、対して優しく、穏やかで、忍耐強くありながら、意識を保ちましょう。なぜなら、たとえあなたが以前に何度も通った道に戻っていることに気づいたとしても、あなたが次に提供する考え、あなたが抱く次の意図、そしてあなたの中に湧き上がる次の感情によって、それはすぐに元に戻る可能性があるからです。今のところはこれで全てです。私たちはサイマスです。私たちは昇天したマスターの集団であり、常にあなた方と共にいます。